この辺につけてほしいって言われてるんですけど、基本的にあの深めのポケットは、普通に取って、おはようございます、どうだです。今回 YSF のグローブ、ついに片付け加工をしていこうと思います。このステア側を湯もみ片付け加工することによって、抜群の仕上がりになってくれということで、この王冠スタイルをですね、まあ、かっこいい、デザインはかっこいいの、誰やん誰やん、ビコンテ、なんやんまあいいや、うん、今、大井くんからでしたけどね、ちょっとやる気なくしようと仕切り直しや、はい、すいません、仕切り直しということで、まあ、このステアが芋煮することでどうなるか、こう言ってる間にも湯の温度は冷めていくということで、早速抜群の仕上がりにしていきたいと思います。いってみよう。はい、ということで、あんまり柔らかくしすぎたら困るということで、公式仕様のグローブはその点気をつけていきたいなと思います。では早速お湯につけていきます。ちょっと様子見ながらつけないと、ええ感じやな。よし、ではちょっと余分なものを取ります。今ってケンタロウさんが片付けに関しては、片付けというかあれグローブ紹介されてるんですから、では揉んでいきたいと思います。まあ、土手はしっかり揉んであげようかなって。おお、ええグローブやな、すげえ揉みやすい。揉みやすさも見てますからね、やっぱり。よいしょ、超補給麺ええな。よいしょ、よいしょ、親指芯がやっぱりしっかりしてる、そんな印象を受けます。うん、はい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 、やっぱ芯がしっかりしてるから、こう揉み込んだ時に柔らかいところは柔らかくなって、芯が残るところは芯が残ってる、だからすごくパリッとした仕上がりなんで、ちょっと引き伸ばすか感じだな。うん、いいと思う。出張から帰ってきたら仕上げをやっていこうと思うんですけど、かなりいい感じになってるな。こうやってグローブが良いとね。うん、あ、パッとやっぱ手を開いた時の感覚に近くなるので、この形は。実は言うと、この後も YSF のグローブ来る予定があって、2つほど。で、ここら辺の浅めと、この辺につけてほしいって言われてるんですけど、基本的に深めのポケットは、普通に取ってたら深いところに取ってしまうので、割とつきやすいですけど、浅めのポケットは中心に、ここで、手元で。いうのはしっかりつけてやらないといけないなっていうふうに思います。ということで、もう入れちゃいけないな。ということで、ちょっと指股調整やな。今いい感じ仕上がったので、ちょっとこれから乾かしていこうかなというふうに覚えます。あとはあれ入れないといけないですけどね、指穴調整しないといけないですけどね、っていう感じでございます。では、後日。
はい、ではさっとおさらいじゃないですけど見ていきましょう。で、ね、出来上がりました。で、一応肩もつけたんですけどね、最後の仕上げもしまして、まあ、見ていただくと分かるんですけど色が良くなってますよね。これはあのオイル加工と、まあ、いつもの殿下の宝刀 JG01 ですね。これはね中華料理でいうとねウェイパーみたいなもんで、多分これからの、 あの野球業界で欠かせない存在になると思います。マジでなくならないでほしい。そしてお客様に最も今ですよ、今勧めたい商品ですね。で、あのもう何回も出したり引いたりしてごめんね。あのでこれはね、あの最後の味付けとしていいんですよ。だからドナイヤのワックス使ってこれも使うみたいな、他の今オイル使ってこれも使うみたいな、だからウェイパーなんですよ。これ入れるとすごく美味しくなるんですよ、商品がね、美味しくなると、美味しそうに見えるし、やっぱり良くなる、皮の繊維入ってるから強くなる。はい、次こんな感じですね。で、補給麺がこんな感じですが、ちょっと見えますかね。うん、で、これはですね、補給麺は狭いですが、こう人差し指をグッと押して当て取りみたいなのもできますし、パッと広がってるので、あと補給麺が狭いということは土手ももちろん狭いので、中学校公式でボーイズ今確か YSF 使えるので、使えると書いてあったんで、そういう子たちにもいい方じゃないかなというふうに思います。という感じで皮もそのパリッとしてて、補給面に硬さ結構残してますので、関節はある程度動きますけれども、まあ、キャッチボールしていきながらノック受けながら、すぐ柔らかくなっていくんじゃないかなと思いますので、意外に僕が思った以上に良かったです。びっくりしました。ということで YSF のグローブでしたが、次にねお客様が持ってくるって言ってたのが YSF であるんですけど、それもちょっとねまた違う方だと思うんで見ていこうと思います。では今日はこの辺で、お疲れ様でした。アーリアした。